真摯協定は1947年にアメリカで公開された映画作品。第20回アカデミー賞にて作品賞、監督賞、助演女優賞の3部門を受賞した作品である。他民族によって構成されたアメリカ社会での民族間の反目や入った感情の中で白人の黒人に対する差別やアンチセミティズムは当時根深いものがあり。 特にユダヤ人排斥の事実や運動を映画に取り上げることは長いことタブーとされたが、紳士協定はその問題をテーマにした初めての作品である。20世紀フォックスのプレステージ作品として構想されたこの作品はローラ・ゼット・ホブスンのベストセラー小説に基づき、モスハートが脚色、社会派の監督エリア・カザンが監督したこの作品がこの年のオスカー受賞作品に選ばれ、 火山は監督賞も受賞した。ハリウッドの映画人にはユダヤ人が多く、ザナックがロスのゴルフクラブにユダヤ人と誤認され入会を拒否されたことが映画制作のきっかけとなった。ハリウッドの映画人としては画期的な勇気ある社会劇として評価された。グレゴリー・ペック・フンスル、主人公がユダヤ人を装ってユダヤ人排斥運動の実態を暴いていく。 サスペスフルなドラマで、ドロシー・マクガイア、ジョン・ガーフィールド、セレステ・ホルム、アン・リビアといった第一線級の共演者、助演者で固められている。ペックは、主演団優勝にノミネートされたがオスカーを一し、セレステ・ホルムが、助演女優賞に選ばれている。日本での劇場公開は、米国より40年ほど、遅い1987年10月で、シャンテシネギの、 会場番組であった。日本公開時のキャッチコピーは今答えて欲しい。あなたも紳士協定に組みする人なのか。妻に先立たれて幼い息子と老いた母親と暮らす人気ライター、フィルグリーン。彼は週刊誌編集長の招きでカリフォルニアからニューヨークに引っ越した。反ユダヤ主義に関する記事を依頼された。彼はユダヤ人になりすまして、 その実態を探ろうとする。だが、彼がグリーンバーグと名乗った途端に、周囲の人々の反応は表現した。一家が住むアパート、母のかかりつけの医者、息子の学校、高級ホテル、暗黙の紳士協定は、至るところに存在していた。フィルは編集長のメイキャシーと愛し合い結婚を誓うが、ユダヤ人問題に対する考え方の違いから、二人の 間には大きな溝ができてしまう。ある日、フィルが会社幹部との昼食の席で自分はユダヤ人だと告白。噂はあっという間に広まり、差別は一層激しくなった。また、フィルとキャシーのハネムーン先に予定していた高級ホテルもユダヤ人であることを理由にキャンセルされてしまう。フィルの幼馴染みのユダヤ人デイビットは、 差別や偏見を目前にして沈黙するのは、それを助長することでしかない。という。キャシーは、自分の考えが誤っていたことに気づく。やがてフィルの記事が発表される日が近づいてきた。吹き替えは1971年8月23日に、日曜洋画劇場で放映されたものである。DVD に収録。ありがとうございます。